どうも、こんにちは。なんか知らないけど、モンタマのね、再生回数がね、2000再生くらいいっててね、びっくりしました。で、この頃ちょっとね、そう、再生数が増えてね、入ってみたらね、あれですよ、招待が8人くらい来てたからびっくりした。なんか知らないけど、動画ね、見られてるみたいで、モンタマ完全にオワコンなのかと思ってたら、そうでもなかったっていう。ことでね、ガチャをね、今回引こうかなと。24時間限定モンタマセレクション、対象キャラレベル30の状態でゲットできる。5連ガチャ初回エスレア1体必ずもらえるっていうね。できれば、この黄色のやつ、何？光？光のやつをね、光確定のガチャ引きたいんですよ。光確定ガチャで使いたいんだけど、星がね、109も溜まってるから。ばらまきすぎ、クルーズ。株か、ばら下がりすぎ。星配りすぎ。ドラキュラ、はい、クソ。ね、はい、クソ。あ、でも WR だからいいのかな、とも思うんだけど、ドラキュラなんて使えませんから。ということでね、行っちゃいましょうか。モンタマセレクション。終了まであと4時間59分。行きましょう。ちなみに、詳細。超絶アップセレクション。ホムラ。雷のパズルピースが光属性。いや、ならなくていいです。光ビースト系。こいつビースト？本当だ、ビーストだ。バケモンじゃん、これ。アレス。アレスはね、なんか見たことあるぞ。なんかやめる、しばら、だいぶやらなくなる、ちょい前くらいにいたな。敵一旦持続性のちょうだい。コロシアムって全体攻撃より単体の方が絶対いいよね。ボスバトル時攻撃魔法力90アップ。めちゃいいじゃん。これいいじゃん。ゴッドで火か。使わないな。ヒューマンで火だったらいいんだけどな。フェニックスナイトはゴミでしょう。テンペスト。敵全体にランダムで持続性の連続攻撃。これ、コロシアムで使える。最初からスキル使用か。魔法力17。攻撃力が1700。そこそこか。HP 普通。ビビアン。盤面一番下の人すべて無属性。はい、ゴミ。ニブルヘイム。はい、ゴミ。ちょっと待って。ニブルヘイム？ちょっと待って。ちょっと待って。このガチャの名前ってさ、このガチャの名前って、人気エスレア15体が出現率超絶アップ。人気エスレアだよな。モンタマセレクション。人気エスレア？ニブルヘイム？おかしくない？ おかしくない？ニブルヘイム？いらないだろ。ロザリア。敵一体に雷属性はちょうだい。攻撃力26%の反撃。HP も攻撃も微妙。俺これ引きたくねえな。敵全体に雷属性極大。最初からスキルしようか。魔法力17。これ引かなくていいかな、俺。109もあるからな。でも、トール、見たことあるな。極大。アリス。火のパズルピース7つが光属性に変化。光属性のステータス15%。あ、これいいじゃん。HP 3200で攻撃1500。いいじゃん。これ引こう。アテナ。敵全体に光属性の極大。攻撃で受けるダメージ30%。お、いいじゃん。あー、いいですね。光だけ来ないかな。光だけ。ヒューマンで光じゃん、アリス。あ、アリスいいね。アリスにし、アリス引こう。ヘリオス。バトル終了まで自身の攻撃魔法20%。クリティカル攻撃も、お、いいじゃん。ゴッドか。ヒューマンじゃねえのかよ。ダークアリス。水パズルピースが、アリスだ。ダークアリスだ、本当だ。
ヘラ、ヘラ、光パーシューすべて消して敵全体に HP が多いほど、ちょっと待って、ケルベロス、はぁー、絶対ケルベロスか、ケルベロスかニブルヘイム、絶対引く自信あるわ、マジで。光だったら何でもいい、絶対俺ケルベロスかニブルヘイムだ、間違いないわ、はぁ、間違いない。あの、証明しますから、いきますよ。セレクション5連ガチャで、人気っていうところにハテナがつくけど、いきます、人気5連ガチャ。なんかチカチカしてない、なんかチカチカ、なんかチカチカしてんな、まあいや、行こう、本当に人気なのか、行くぞ、5連ガチャ SR 確定、ニブルヘイムかケルベロスが出てくるという噂の、あ、金が2つ、まさか、あ、おい、はぁ、まあこんなもんだよ。あ、でももう一個あるから金やめろよ。あ、つうかハフロディータあそこなかったよな。ヘリオス、マジかよ。あの金、光の中ではまあ一番微妙だったけど、でもいいじゃん、でもいいじゃん。できればアリスかもう一人が良かったんだけど、あ、すごい、マジマジマジ、ヘリオスいいじゃん、黄色出た、すげえ。いや絶対無理だと思ってたわ、絶対ニブルヘイムかケルベロスかと思ってた、マジかよ。でもゴッドなんだよな、ゴッドなんだよな。クノスキルを持ったモンスターのクリティカル攻撃の発生が40、光のクリティカル持ちなんているっけ。ゴッド、バトル終了前自身攻撃魔法 20% アップ、うーん、どうなの、ゴッドか。あ、ってことはこいつと組み合わせればいいのか。これパーティーのゴッド系モンスターの HP と魔法力 17% アップ、ラファエルと組み合わせればいいのか。こいつ外して、マサムネ外して、かぐやと、そっか、今ね、今のユニットはこれかな、ヒューマンで光で、オートスキルがヒューマン系、光ヒューマン系なんだよね。だから正宗、ヘディオス入れるだろう。ヘリオスをどこに入れる、このアポロとカグヤは間違いないだろう。セイバーペガサスが HP と攻撃 15% だからな、入れたいんだよな、ヒューマン系。どうしようって感じ、ヒューマン系、ラファエルとヘリオス入れてゴッドにしてく。これどんだけ強いのヘリオスって、なんか微妙な感じがするんだけどな。クリティカルが40、クリティカル40、あとこいつ入れちゃうか、ガネーシャ、ガネーシャ入れてゴッドにしてく。いやー、ヒューマンでいいんじゃないの。こんなもんでいっか。また次ガチャ引こう、いつか。SR 黄色確定で。
っていうかなんでアフロディーテ出てきたんだよ。ちょっと待って、アフロディーテ、ちょっと待って、アフロディーテってさ、え、こん中から出てくんじゃないの？アフロディーテいたか、え、意味が分かんない。